こんにちは、みなさん一周です。このチャンネルでは火山博士が地球の最新情報と元気をお届けします。さあ、今日のテーマに行きましょう。こちら、爆発速報ですね。なんとですね、皆さん。国内で近いうちに爆発する可能性があるという、とんでもない情報が入ってまいりました。まずは動画の結論から申し上げておきますと、爆発する可能性があるのはズバリ、火山の焼けだけと呼ばれている場所になります。 そのため、焼け岳け山頂付近の登山は、できるだけ控えた方がいいと私は個人的に考えております。で今日の動画では、なぜ爆発する可能性があるのかについて、詳しくお話しさせていただきます。はい、というわけで皆様、今日も元気にやってまいりましょう。まずは爆発する可能性がある場所は、西の島から北に、 およそ 1044km ほど行ったところにいます。長野と岐阜の県境にあります。焼岳けけと呼ばれている火山です。標高は2 4 5 5メーターで、日本百名山の一つであります。非常に有名な山の一つですね。この焼け,だけ形を見ていただくと分かる通り、山頂がもっこりとした形をしているんですね。このようなもっこりとした形の火山を溶岩ドームというふうに言います。 この溶岩ドーム、日本全国にいくつか存在いたします。例えば長崎にある雲仙普賢岳ですね。この雲仙普賢岳は、焼け岳と同じタイプの火山になります。で、焼岳の歴史になりますが、約12万年ほど前から噴火を始めた火山になります。 焼け岳けの山頂の東、西でした。指定いたしました。約2 7キロメートル行ったところに、大正池と呼ばれている美しい湖があります。この大正池は実は1915年の焼け岳けの噴火によってできた湖になります。 どうやって湖ができるのかを見ていきましょう。まず、焼け岳の麓に、川がね、ギヤーッと流れていたんですけども、そんな中、1915年に、焼け岳で、ブワッと噴火が発生するわけです。で、この噴火によって、大量の土砂がですね、川にですね、ギヤーッと流れ込んでしまったんですね。その結果、川の流れがせき止められることによってできたのが、大正池と呼ばれている湖であるということで、興味深いですね。 前回の焼けだけの噴火は1962年、今からちょうど60年ほど前に爆発的な噴火が発生しておりますが、それ以降60年以上は噴火をしていないという火山になります。 ところがですね、皆さん、この焼け岳け、2011年東日本大震災以降、地震が増加するなどの火山活動の活発化が見られていたということであります。そして、そんな中、この焼け岳けに新たな異常事態が起こってしまったということで、続きまして見ていきたいというふうに思います。 今回の焼け岳けの異常事態でありますけども、7月7日16時に気象庁と国土地理院で焼け岳けの現在の状況について発表がなされております。そしてこの発表の中によりますと、現在焼け岳けでは大きく2つの異常が見られているということであります。まず1つ目が地震が増加している。2つ目が山が膨らんでいるということです。1つ見ていきましょう。まずは地震が増加しているということでね。 特にこの焼け岳の直下で地震が増えているということです。地震が増えた場所は焼け岳山頂の北西部のあたりでございます。ちょうどこの場所で地震が増加しているということが判明いたしました。こちらが実際の地震のグラフになります。縦軸に地震の回数、横軸に時間をとっておりますが、 特にグラフ見ていただきますと、2014年、2024年5月頃から地震が急増していると、ギヤーっとですね、地震が増えているというのがわかりますね。ちょっと勘ですみません。ではこれ、なぜ焼け岳の直下でそもそもですね、地震が起きるのかということですが、これは焼け岳の内部に存在する、 マグマか地下水。これがですね、ブワッと動くことによって地面が割れてしまうと。で、その結果地震が発生しているんではないかというふうに考えられます。このように火山のマグマか地下水が原因で発生する地震のことを火山性地震とも言います。よかったら覚えてみてください。実はこの火山直下の火山性地震というのは 噴火の前兆となる場合があるんですね。例えば、鹿児島県にある口の選ぶ島、2015年に噴煙9000メートルまで上がる大噴火をいたしましたが、実は大地震の6日前に震度3の地震が発生したという事例がありますね。ということで、火山の地震というのは気をつけないといけないんですよということです。では、どうして今回焼けだけで地震が増加が見られたんでしょうか それは地下水などが活発化している可能性があるということですね。今回の焼け岳の地震ですけども、山頂付近で活発な地震が今ギヤーッと起こっていると。で、この山頂付近の地震の原因、実は地下水の可能性が高いんですよということです。どうしてそのようなことが言えるかと言いますと、この焼け岳の地下には地下深いところにマグマがあります。大体いい地下10キロ前後のところですね。 そして地下の浅いところに地下水が存在するというふうに考えられます。今回の地震はこの山頂付近を周辺とする活発な地震が増えているということになりますんで、今回の地震は山頂付近の地下水の活発化による地震の可能性が高いのではないかということです。そして二つ目の異常、山が膨らんでいますよということですね。 はい。この山が膨らむというのはですね、こんな感じでギヤーっとね、え、このまあ、あの、イメージで言うと単コブができるようなイメージですね。まあ、これ簡単なイメージですけども。このように山が膨らむことを三体膨張と言いまして、この三体膨張も実は噴火の前兆となる場合があるんですね。 例えば浅、浅間山、2009年の噴火。噴火の半年ほど前から三体膨張が見られてたということでね。三体膨張は噴火の前兆現象となる場合があると。で、今回の焼け岳の三体膨張ですけども、最大で12センチ膨らんでいるということが判明いたしました。 どうして三体膨張が分かったのかというと、それは人工衛星を使いまして、三体膨張を調査すると分かったよということなんですね。はい。今回の三体膨張の調査した場所なんですけども、北東部と北西部、そして南西部の3箇所についてね、詳しく調査を行ったということです。その結果、焼岳けけ山頂北西部、ここがですね、12センチの三体膨張が見られたということが判明したと。 いうことです。実際の焼けだけの三体膨張のグラフがこちらになります。縦軸に三体膨張の量、横軸に時間をとっておりますが、まずえ北東部と南西部ですね、大きな三体膨張は見られていないというのがわかりますがえ、この北西部だけは特になんとこの7年ぐらいかけてですね、な,えなんと12センチの三体膨張が見られたということでね。 ブワーッとですね、山が膨らんでいるというのがわかります。ではこれ、なんで山体膨張が起こるのかということですが、これは原因として地下水が上昇している可能性があるんではないかということですね。この焼けだけに存在する熱々の地下水、これがですね、ギヤーッと上昇すると。その結果、釣られて山が膨らむ山体膨張が見られているのではないかということが考えられるよということです。 ということで、現在、焼け岳ではえ、地震の急増と、12センチの山体膨張が見られておりますが、これらは噴火の前兆現象となる場合があると。で、異常が見られているこの2つですけども、同じ北西部で異常がえ確認されております。地震が増加、12センチの山体膨張ということで、これは何を意味するかというと、この焼け岳の北西山頂周辺、この辺りで、 地下水が上昇している可能性があるのではないかということです。すなわち何が言えるかと言いますと、この北西山頂付近の熱々の地下水、これがギュヤーと上昇していると。その結果地面が割れて地震が急増するとともに山が膨らむ山体膨張が見られているのではないかということが考えられますよということで、まあ、これ地下水が上がってきている可能性があると。で、なんとですさんこれお話これだけではないんですね。この上がってきている地下水、 この後ブワッとですね、爆発する恐れがあるということです。なぜ爆発する可能性があるのかについて続きまして見ていきたいというふうに思います。まず今回の疑問点は大きく2つあるわけです。まず1つ目はそもそもどうして焼けだけに地下水が存在するのかということと、 なんで地下水は爆発でしまうのかということです。まずはなんでそもそも焼け岳けに地下水が存在するのかということですが、これはマグマと雨水から地下水ができるんですよということですね。焼け岳けの研究によりますと、この焼け岳けには地下水が存在するというふうに考えられております。どうして地下水があるかというと、地下深いところにマグマが存在しますが、このマグマからですね、水蒸気がギヤーッと出ているわけです。 で、このマグマの水蒸気が集まることによって地下水がまずはできていると。で、もう一つは、この焼けだけに雨が降るわけです。で、この雨水が原因で地下水ができるんじゃないかということです。で、このマグマの水蒸気と雨水、これらが合わさることによって地下水ができていると。特に研究によりますと、地下水の約8割がマグマの水蒸気からできているんじゃないかと、地下水がね、思われていると考えられているということですね。興味深いですね。で、 このマグマからできた地下水が、なんと将来爆発してしまう可能性があるわけです。どうして地下水が爆発してしまうんでしょうかこれは結論から言うと、爆発する圧力鍋のイメージだということです。これどういうことかというと、ここにね、圧力鍋があったとしましょう。この圧力鍋、水をパンパンにですね、入れましょう。 そして、完全に蓋を閉めまして、ギンギンにですね、地下水、この地下水じゃないですね、この圧力鍋を温めるわけです。ギヤーっとこう煮えたぎらせると。で、ここで皆さん、この温めた状態で、この圧力鍋にひびを入れたらどうなるでしょうかということなんですよ。割ってみましょうと。そしたらですね、どうなるかというと、皆さんのご想像通り、この圧力鍋、ブワッっとね、爆発してしまうわけですよ。 これ危ないんで、絶対にね、やらないでくださいね。で、これと同じことが起きますよということなんですね。この、えー、まずは地下水というのはそもそもですね、圧力鍋に入った水と同じ状況の、えー、ことであると。で、えー、このマグマがですね、地下水をですね、ギンギンに温めるわけです。そんな中ですね、皆さん、この地下水、何かがきっかけで、 地面にひびが入ってしまうことがあるよと。そうすると、一気に地下水がギヤーッと爆発するわけです。このように、地下水が爆発する現象のことを、水蒸気爆発というふうに言います。水蒸気爆発の事例ですが、御嶽山の2014年噴火だったり、え、群馬県にあります、草津白根山の2018年噴火ですね。え、この時には水蒸気爆発、地下水が爆発した噴火が発生いたしました。 どうして地下水は爆発するんでしょうかそれは地下水が一気に膨らむからなんですよということですね。まずこのマグマなどに温められた熱々の地下水ですが、なんとその温度、100度以上になります。で、この、えー、温められた熱々の地下水、加熱水というふうにね、言うんですけども、この加熱水にですね、 ひびが入ってしまうわけです。そうすると、一気にですね、この地下水が膨らんで蒸気になって、えー、この蒸気になることによって爆発してしまうということになるわけですね。このように、一気に膨らんだ蒸気のことをフラッシュ蒸気なんていうふうにもね、言います。このフラッシュ蒸気によって爆発になってしまうということになるわけですね。はい。 この地下水膨らむということが爆発につながるんだということです。で、今回ですね、焼けだけのね、異常事態、地震が増加、山が膨らんでいるということですが、これ熱々の地下水が上がってきている可能性があるということで、これ気をつける必要があると。で、熱々の地下水が上がってくるとですね、もしかしたらですね、これ上昇しているなら、この地下水の周りの地面が割れやすくなる可能性があると。 で、もしですね、これ、地下水の周りの地面が割れてしまうことになれば、ブワーっとですね、水蒸気爆発が発生してしまう可能性があって、気をつけないといけないよということです。特に焼けだけの噴火の歴史ですが、過去1500年の噴火で、20回以上の噴火しましたが、すべて水蒸気爆発でございました。ということで、地下水が爆発しやすい、水蒸気爆発しやすい傘になりますんで、次の噴火も水蒸気爆発の可能性が高いです。で もし水蒸気爆発が起こってしまうと、噴石が飛んだり、火砕流が発生する可能性があります。 まずは噴石とは何かということで、噴火で爆発で飛ぶ石のことを言います。こちら実際に爆発で石が飛んでおりますけども、まあご覧のような石がですね、噴火で飛んでくるわけです。で、この噴石が何が怖いかと言いますと、ヘルメットも貫通する威力がありまして、もうね、あの、当たるとひとたまりもありませんので、もう非常に危険なものですから、これ気をつけてくださいということですね。 そして、火砕流も発生すると。火砕流とはえ、噴火で発生する高速の流れのことを言いますが、このね、え火砕流は水蒸気爆発でも発生いたします。温さ山の2014年の噴火の場合もえ火砕流が発生しました。この火砕流恐ろしいのがもう巻き込まれたらね、もう助かりませんので、もう絶対にね、これはもう見かけたらすぐに逃げてくださいということですね。 はい。で、この水蒸気爆発ですけど、じゃあどこで起きるのかということですが、これは残念ながら、爆発するまで一切わかりません。可能性としてありそうなのは、やっぱりこの北西部ですよね。今、地震が増えたり、山体膨張が発生している場所。 この辺りを中心にもしかしたらえ噴火が起こる可能性があるかもしれません。まあこれ、噴火してみるまで分かりませんので具体的なことは言えませんが、まあ少なくともですね、今ね、山頂付近で異常が見られているよということで、えこの山頂付近の登山はですね、控えた方がいいかもしれないと。この、えー、ふもとはですね、もしかしたら大丈夫かもしれませんが、山頂のね、辺りには近づくのはちょっとやめた方がいいかなというふうに思われますね。 異常が見られたらね、すぐにお届けいたしますので、情報を見逃さないためにもですね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。で、重要なポイントといたしましてはですね、 現在、焼け岳では地震が増加、山が膨らんでいるという異常が見られています。この二つの異常は、共に、この焼け岳の北西部のところで見られているよということです。で、これは北西部のところでですね、地下水がギヤーッと上昇している可能性がありますよということです。で、地震が急増して、山が膨らむ山体膨張が見られているのじゃないかということです。 で、この後ですね、この上がってきた地下水が爆発する可能性があります。どうして爆発するかというと、地下水が一気に膨らんでえ蒸気となるからです。このような膨らんだ、一気に膨らんだ蒸気のことをフラッシュ蒸気と言いまして、このフラッシュ蒸気により爆発となってしまうということです。で、えこの焼けだけの異常は実は今に始まったことではないんですね。 2011年の東日本大震災以降から地震増加などの異常が見られているようになりました。つまり、この焼け岳は今、噴火の準備をしている可能性があるということです。で過去の事例といたしまして、御嶽山2014年の噴火の場合ですね、東京大学の研究や気象庁の情報などによりますと、噴火の10年以上前から火山ガスの異常が見られていたということが分かっております。 このうんたけさん2014年噴火、つまりですね。 約10年間の、この噴火の準備期間があったわけです。で、その準備期間を経て、噴火が発生したことを示唆いたします。で、これと同じようなことが焼け岳けでも起きるかもしれないよということです。すなわち、焼け岳けでは2011年、今から13年ぐらい前からですね、地震の増加などの異常が見られ始めました。で、これは、焼け岳けが10年以上もかけて、次の噴火への準備段階を今している可能性があると。 ということで、噴火の X デーは近づいている可能性がありますので、気をつけてくださいということですね。では今日の問題でございます。地下水が急激に膨らんでできた蒸気を何と言うでしょうかフラッシュ蒸気、スラッシュ蒸気、ティッシュ蒸気、宇宙のパワー、さっとでしょうかということで、コメント欄に書いて挑戦してみてください。正解した金はハートマークをつけたいと思います。ほい。以上が今日の放送になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。 これからも地震や火山最新情報と元気をお届けしていきたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。7月8日のメンバー限定講義は地下水の乱ドの巨大地震ということを観察させていただきます。メンバーの収益の一部は被災地に寄付されます。メンバーの皆様いつも本当にありがとうございます。ィィィミミミテニシシシシーいいッーいいッーフフュウチ idi